はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスタード版第2週目バーバラ編ですね。今回もイベントを進めていきます。で、ゴールドマインがまた襲撃される前にこれを先にちょっとやっておきましょう。護衛なら任せなさい。ありがたい。俺の名はルイ、メルビルのウコム神殿まで行くからついてきてくれ。センポッチ。さあ、神聖バーバラ一族行きましょう。ミディアムがいまだに BP3 だな。初期 BP が少ないのか。デモニカは弓使い藤娘持ってるんで行きます。デルマン、とりあえず拳銃剣装備してるから、これにしよう。拳銃剣装備してるからって装備させたんだけど、ちょっと極刀刀剣を使っていこうかなと思います。今回はデルマンは前回全く使ってなかった武器なんで、少し性能見ていきましょう。エスタビルの地下の片こいつもいたか。そういえば護衛を引き受けてもらえませんか。 OK。 どうもありがとうございました。これはお礼です。1500円ポッチ。まあジュエルが目的だからね。倒せるか。鍵一ターン耐えきれば多分ダメージはだいぶ当たるはずだから、スプラッシュアウトって全体じゃねえや。力屋で行こう。衝突拳 LP を消耗します。エルマン LP18 もあるんだけど、すげえ。使おう。準備はいい。シールド巨手剣 OK。 LP が2減った、悲しい。まああとは雑魚だけなんで。いや意外に硬いぞこいつら、思ってたより硬い。何もすぐ BP がなくなんな。切り返し回復量2とか3だもんね多分今。バシャーン。私の役目も。よし、196ジュエル。金は入んないのか。そうか、マリーンが金はくんないよねこいつ。大地の剣取りに来たんだけど、こいつ倒せっかな。強いやつとは。防具はまあまあまあだいぶ固めてあるからね。ちょっと周りも鬱陶しいな。周りから先に倒していくか。ちょっと使えないから明治スタッフで殴っとこう。でデタラメは覚えたんだよね。3も使うのかまだ。さあどうだ、今年は耐えられるか。128やばい、2発勝ったら死ぬ。骨砕き強心剣で周りをまずは削る。よしデタラメ全部ミスか。こいつヒットポイントいくつくらいだ。強振、衝突、サイコブラスト打とう。死人が出るかもしれないけどそれはもうしょうがない。エルマン行け。お前の LP の高さ見せてやれ。硬い、耐えられる。おお、シールドいいね。サイコブラストが500、そして強振の入った連携。うわ600か。でもホークブレード、はい、356、悪くはないと思う。強振が使えない、やつだけにせよう。生命波動、これは多いね。リフレクトさすが。みんなついてきなよ。3連携終わりだ。BP が上がってくれたな。ミディアムの BP が上がらない。
先へ進もう。2戦目、もう最初からこいつを狙っていこう。強振、衝突、モニカは1回殴っての、でクイックチェック覚えたんだな。クイックチェックにしよう。フォークブレードはさすがに使えないか。極限ってリフレクトとかあんのかな。弱い。ガードいいね。シールドとリフレクトがマジでいい。445か。やっぱ硬いんだな。一人時間差で強振で、ここでサイコブラストを打って、かつピックチェックも一応打っとこう。でフォークブレード、こっちが速いんだよな。やっぱり微振だ。それはしょうがない。バーバラはまだ大丈夫。クイックチェックかで、あ倒せないか。そうするとやっぱりサイコブラストが生きるな。うお、バーバラまだ生きてる。強襲拳 OK。 トパーズゲット277。聖なる大地の剣をお返しします。で大地の剣をゲット。あ、シェリルがいる。シェリルさん、またあなたなの。あなたを見ると悲しいことを思い出すわ。クジャラードの強欲な山賊のこと、多くのものを奪って奪って、でも最後には自分の命はもちろん、美しい妻や幼い娘の命まで奪われてしまったの。ではコンスタンツを進めていきましょう。私が調べたところでは、コンスタンツはこの町の南の洞窟に連れ去られたようです。コンスタンツの場所が明らかになった。コンスタンツわさあ、どうだ。これっていったあれがないんだよな。カットインで攻めるか、ミディアムいったまた町を入れるか。骨でも砕いとく。あ、ダメだ、骨砕いたら使えなくなる。でここはクイックチェッカー、カットイン、スティングボムは、まあまあまあ前2人だよな。これでいくつ食らうか。大なたシールドを食らわない。ドンキドンキ気絶させられるから最悪。あ、全然余裕だ。まあまあまあ70でも食らうんだ。さてあとはサイコブラストの、これ大丈夫、めっちゃ暗闇になってんだけど。クイックチェッカー、いけ、オッケー、お決まりだな。強っ、こんなもんでしょ。もうめんどくさいから名誉騎士になろう。5000円、212円。では四天王イベントも進めていきますか。トマエ火山に。わかったわ、やってみる。頼んだぞ。まあ、せっかくだから一回ちょっと軽く道場をやりましょう。わざわざそのために登って全体攻撃とかしてくるから粘れないんだけどね。まあ、覚えられるものはちょっと覚えていきたいなと。殴ろうだから
どうしようかな、弓だな。しかし耐えられる。フォークブレード強っ。あ、切り返しになってな。普通にハヤブサじゃなくて立ち切りでいこう。天変地異、これが全体攻撃だからね。一応耐えられるか、一回くらいは。羽ばたき、おお耐えた。なんか覚えてくれ。なんも覚えん。投げ払い、あ別にって感じだけど。ディアナがやられたか。ディアナ覚えてほしかったんだけどな。まああとはモニカだな。やられた。ムササビエルマン何も覚えねえな。あ、これ終わったわ。さすがに耐えきれないっしょ。耐えきれん。まだ任務が残っているのに。一度帰りましょう。帰ろう。あれ、ジェルとニシェリルがいる。シェリルさん、またあなたなの。あなたを見ると悲しいことを思い出すわ。バルハル族のまじない師のこと。その年は獲物が多いと予想したのに全くの不良。村では飢え死にする者も出て、まじない師は責任を取らされたの。じゃあ場所を聞こう。トマエカさんからモンスター。アイスソードを持ってこい。で、一応こいつも道場にはできるんでやりましょう。で、面倒っちいのがあれがかかってるんだよね。なんだっけ、セルフバーニング、ブラッドスパルタ。とりあえずいいものは覚えた。死んだ。あ、でこってこと。マジか。私のパンですか。ただミディアムなんだよな。死ぬ。死んだ。で、フレームタイラントの道場のいいところはめちゃくちゃ近いところ。ここすぐ行けるから。スカッ行こう。 LP 続く限り行けるっていうね感じ。まあちょっと今回は2戦目で終わりにしますけど、さあなんかいいの覚えてくれ。一人しかフィギュアばっか覚えた。ガードした今すごくないか。ハードヒート、ミディアム覚えまくりだな。誰か死んだ。おお、剣気戦か。いいねいいね。さあ他は電光石火クラスまでは覚えるっていうのが分かったからね。こいつ何も覚えねえな。しびれ好き。うまく、うん、まあいいでしょう、こんなもんで。死ね。あれ、これが発動してしまった。まあいいや、やっておこう。え、強い。あれ、実はちょっと強い。ハヤブサで行くか。倒した。弱かった。あんた、やばい仕事をやりに来て、南エスタミルの宿に寝たんだよね。それじゃあ水流のイベントも進めていきます。先こっちかい。そうか、襲われたからか。クジラート人が小さな部族に分かれて争う。やつら300だ。アサシンギルド。あんた、もう一回やばい仕事。それ。この話は大変なお方からのご依頼だ。覚悟しておけよ。お前だったのか。あ、こういうセリフになるのか。まあよい。わしの頼みを聞いてくれ。
さあ、こいつもどう考えてもザコでしょ、トゥーマンの影武者。あれ、なんかこっちの使ってきたな。あれ、強い。雪は結構軽く出るんだよな。いや、ちょっとナメプしすぎたか。普通にサイコブラスト打つか。ヒットポイントがそれなりにあったな。どけ。貴様、何者だ。さては右半次の手の者だな。邪魔をさせるな。殺せ。オーバードライブに耐えられるかだよな。ちょっと一応クイックチェッカー、クイックチェッカーよりはデタラメ屋の方がいいのかな。厳重剣かも。ちょっと軽く続くすぎるからな。全然当たんねえんだけど。問題は次、こいつらなめんな。この指輪の力、強心の LP 消耗か。剣戦覚えてるとはいえ、剣戦がどんだけ強いかだよな。じゃあ買っといていいんじゃないっていう。サイコブラスト、リキア、命を削れ円月。800か、まあいいダメージだな。円月 E800。ちょっといくつくらいだったっけこいつ。リキアが500なの100。減ったか。回復させるべきかどうか。強振、カットイン、サイコブラストは火力高いからな。このまま行こう。ゴリオス来るか。大田感か。このターンで肩がつけばバンバン剤。真剣よし、倒した。こんなもんか。一体何が欲しいの。アディリス、雨雲の腕輪を貸したままになって、取り戻してこい。水流に頼まれてきました。水流が雨雲の腕輪を返してくれって。わかった。あ、またシェリルがいる。クローディアもいるじゃん。ここシェリルさん、またあなたなの。あなたを見ると悲しいことを思い出すわ。エスタミルの花と歌われた踊り子のこと。若い頃は王族や金持ちにもてはやされたのに、養殖が衰えると見捨てられ、路傍の物乞いとして人生を終えたの。それなんか自分のせいでもなくない。ガラハドで今回エルマン外しました。アイスソードゲット。てかもうエルマン外したままでガラハド連れてこっかな。あげようアイスソード。火神防御に。よくやった。感謝するぞ。お前の苦労に報いてやろう。これで早手の靴ゲットして、ジュエルもゲット。雨雲の腕は、腕輪を持ってきたようだが、約束通り娘は返す。すまなかった。さあ、これで地点のイベントも一周目は終わり。水流様、さようなら。で、藤娘すでに持ってるからな。2本目は別にいいんで防具もらってみよう。術戦士よりいらねえ。ご苦労だったな。
お前たちには二度と会いたくないものだな。捨てゼリフまで。まあ、金もらったし、ジュエルもらったし、これが目的だからね。東の廃墟、あれはヴァンパイアの住処だったらしいじゃないか。ヤシ村の向こうの廃墟だな。ヴァンパイアってのは退治するのが難しいっていうな。ああ、昔のエスタミル王国にもヴァンパイアが出たことがあるらしいが、退治するのに苦労したっていうしな。まあ、伝説だが。廃墟の中に棺が隠されてて、今でもヴァンパイアがそこで眠っているかもしれんぞ。ずっと寝ててくれていいよ。というわけでヴァンパイアイベントやっていきましょう。まあ一応聖杯は取っていきますか。これじゃただの墓泥棒だわ。行きなさい。聖杯を高く掲げヴァンパイアを滅するのです。アムトよ、この者を守りたまえ。今の声は聖女アグネスかしら。アムトよ、私を守って。聖杯ゲット、ジュエルもゲット。なんかいる。ヴァンパイアか。サクッと倒そう。パワードレイン83。やばい、集中してくだと。しかし、お、サイドワインで覚えた。いいね。ヴァンパイア、こいつか。我がしもべとなる者がまたやってきたよね。何を言ってるの。私はあなたを倒しに来たのよ。我は800年生きてるヴァンパイア。お前のごとき人間は足元にも及ばぬ存在。残念でした。こっちにはこれがあるの。それはまさかアグネスの聖杯。それでは話が違う。聖杯には誰も近づかせないという約束で目を覚ましたのに。いや、お前にアグネスほどの暴力が備わっているはずがない。この戦い、私がもらった。聖杯などいらん。ゴリオス、大地の剣の強いやつ。剣戦が全然使えないからな。あ、フォークブレードか。サイコブラスト、リキアかな。で、カットインか。デスレイン。おーおーおーおお、いかへる。しかしこの巨神ブレード、かかと切り。サイコブラスト、夜じゃないか。ヴァンパイア、もう一回デスレイン使われるとちょっと厳しいけど、同じパターンでいこう。ナイトメア、まあ寝るだけやかんね、食らっても。あ、前線2人かよ。しかも毒ってんじゃん。毒付きの睡眠か。あれ、ただ寝ただけ。強心剣が入ればまあ火力は高いから。下僕か。何、寝てるやつを下僕にするのか。魅了されている。そんなものを使ってくるとは。これ聖杯ってマジでどうなの。聖なる輝き1使うじゃん。奇跡の水って何。味方全員の BP 瞬時最大まで。すごくね。聖杯の力見る前に終わった。そんなもんだろ。なんか手に入れたな。イシスの髪飾りみたいなやつ。ヴァンパイア復活。あれ、これ最後誰に言えばいいんだ。ヴァンパイアを倒した終わり。こ
ここがアサシンギルドの本拠地なの？ではアサシンギルドを潰しましょう。ここはこの世の楽園。で、現在バーバラはスキアボーナ、ちょっとね火力がなんとなく低い気がする。攻撃力自体でも34はあるのか。強心剣、まあ2か、強心剣でいこう。で大地の剣は最近電光石火を覚えたんだけど、まだ LP1 消耗するかもしんないのか。ミリアムはサイコブラストでしょ。でちょっとフジ娘はフジ娘で使ってはいるんだけど、並行してスコピオンも使わせてます。変則多段付きを覚えたんでこれを使っていこう。でガラハドは清流と大して技を覚えてないんだよな。まあ薬つだけくらいかね、あって。強心剣、あ、まあまあまあ強いか。やっぱり変則多段付きはまあこんなもん。問題はガラハットやな。ヒットポイントが全体的に300くらいだから、100とか食らっていくと結構きついんだよな。回復を入れるかどうか。1人回復に回すか。誰？ミリアムか。まあ強心剣ちょっともう使えるものがないな。ディアナ回復4か。ガラハドとか回復2しかないんだ。カエブサギで1回ためよう。あーでもサイコブラスト全体攻撃だから使っておきたいは使っておきたいな。じゃあモニカで回復させるか。あでモニカでも全体攻撃をするか。アローレイン覚えてないからな。デタラメアを使っていこう。じゃあ誰が回復役になるんだっていう感じだけど、まあいいや、攻める。さえ倒せば、うわ結構あるな。ヒットポイント200か、きついな。あと200回食らうかね。あミスった。あやばい、ミディアムがやばい、落ちた。エナジースティール割とまずいぞこれ。ムーンライトヒールでミディアム回復させて、ディアナはディアナで自分を回復させて、かといって攻撃もしないといけないからデタラメアは打つでしょ。で八つ咲きだな。周りを先に添えた方が良かったか。手数が増えちゃうからね。八つ咲きで600くらいか。一手倒したな。ここでサイコブラストが打てれば多分周りは全員そげたんだけど、ミディアムが落ちてしまったからな。ただそう考えるともういけそうなんだよね。攻めるか。だからアサシンボスをどうするか。古典で攻めよう一気に。あサイコブラスト使えねえわ。4しかない。じゃあ回復だな。癒しの水でまあまあ減ってる。ディアナデタラメアの八つ咲き古典。いやなんかあんまり火力が出ないな。癒しの水の回復力は、あ300はでも回復するか。バーボラっていくつだ。結構やばいよね。やばい死ぬ。あ乱れ突きあるじゃん。剣って乱れ突き使えるんだ。乱れ突き強かったよね。でカットインのバーボラ回復の、マジでアローレイン覚えてくれ。てかガラハドマジでなんか覚えてくれよ。乱れ突き、いや強いよな。誰4、5発当たってるから。何後ろの取り巻き2人が落ちない。バーバラ死んで
復活させて、やばい、これ見てもまたやばいぞ、膝ついたな。そんなことないか、乱れつきでも7か。え、じゃあブラッドスパルタンって何がいいんだろう。強心剣でも BP 的に悪くないよな。他、やっぱカットいいんだよな。過激が出てくれば全然いいんだけどね。サイコブラスト打つか。ここは攻めの時だ、勝負の際と見た。カットイン、よし倒した。あと人はもうだいぶ減ってるから千二周強い、終わりだ。支援効果がいまいちよくわかんないんだよね。どう影響してるんだろう、連携のダメージとかに。というわけでアサシンギルドも終了です。ジュエルビーストの場所が明らかになった。というわけで、現在進行度は10、20、30、40、50、65% くらい、そろそろ終盤に入る頃だと思いますので、次回終盤戦やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。